コニャックイコール J 美術館は、フランスのパリ3区にある美術館である。18世紀の美術品で知られている。パリのサマリテーヌ百貨店、サマリテーヌ・ドゥリュックス百貨店の創始者、エルネスト・コニャックとその妻マリー・ルイーズ J のコレクションを展示している。コニャックは、自身が営む百貨店に隣接する建物に美術館を創設した。 1928年にエルネスト・コニャックが亡くなり、そのコレクションはパリ市に移動され、翌年から一般公開されるようになる。1981年にサマリテーム・ドゥリュックスが閉店となり、建物はオフィスに改装されて1988年にはコニャックイコール J 美術館も一時閉館。1990年16世紀に建てられたマレ地区も、 ドノーン館に、コレクションが移され、再び公開されるようになった。絵画、彫刻だけでなく、家具調度品や陶器、タペストリー、宝飾品なども所蔵している。ルイ15世の日、マリー・レクザンスカのサロンを再現した部屋もある。絵画には、ルイ・レオポルド・ボワイ・イー、フランソワ・ブーシェ、カナレット、ジャン・シメオン・シャルダン、ジャン・オノレ・フラ・ゴナール、ジャン・バティスト・グルーズ、モーリス・カンタンドラ、 トゥール、トーマス・ローレンス、ユベール・ロベール、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロ、アントワーヌ・バトー等がある。彫刻は、ジャン・アントワーヌ・ウードン、ジャン・バッティスト・ル・モアーヌの作品がある。その他、レン・グラントや、ポール・セザンヌ、エドガードガの作品もある。ありがとうございます。